マジ今日バッサリ行くから。うわうわうわ。ちょっと下ろしてみて。緊急で動画回してるんですけど、家に着いてから早4時間が経過して日付を回りました。モシーさんが帰ってきません。せーの、どうもシュガーソルトです。あ、なんかももちゃん今日髪型違うね。あー、そうなんですよ。かわいいと思う。ありがとう、ガーシー大好き。めちゃくちゃバカにしてる。はい、ということで本日お久しぶりですね。もう説明はいらないですね、準レギュラーなんで。あ、ありがとうございます。コウさんです。はい、ということでコウさんがいるということは今日は久しぶりのイメチェンドッキーですね。前回やったのがパーマの時かな。あー、かな、多分夏ぐらいでね。すごいですよ今見て、うもう長野か俺かぐらいの確かに感じでしょ。12月に切った以来だから、もう何ヶ月切ってない。仕事してるやん、普通に。こんな感じなんで、今日がっつりイメチェンしようかなと思ってるんで、コウ君にお願いして、いつも通り決めてもらおうかなという感じでございます。はい、今日はちょっとだから、ドレッドコーンローみたいな感じで。いっちゃいます。バッドホップがね、もうすぐ解散なんで。行きます。僕もそんな感じで。ということで、早速やっていきたいと思います。レッツもう一回いいですか。まあ俺も特に。ということで早速やっていきたいと思います。レッツ丸坊主。丸坊主はあかんねん、それベンジャジーやから。繰り返しても何度目の電話。シュガーソルト。お願いします。お願いします。今ね、写真探してたんで消してサボってたわけじゃないですよ。なんか営業中なのにね、携帯いじってこういう感じでやってます。違います。そうね、行っちゃおうかなと思いますので、短く行っちゃいます。マジ今日バッサリ行くから行っちゃいます。じゃあ行っちゃいます。完全に長野やん。はい。え、長野すぎない？うわ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 。ちょっと下ろしてみて。という感じで、という感じで。人生で見たことないぐらいブスなんだけど。いつもかっこいいもんね。いつもかっこいいから。だいぶ行ってますよ。だいぶ行ってます。てか初めてじゃない？多分コーンのとこ通い始めてから一番短いでしょ。いや間違いない。触ってみて。うわ、え、うわ、声出るって今。これドライヤーバカ楽やん。最近本当にドライヤーだるかったんだよね。まあそうだよね。おいすー。うわ、スパイキーショートは属性のあるサバ缶ショートと違ってちょっと無造作で、はい、外国人のぐちゃぐちゃぐらいノリで、はいはい、根元はしっかり乾かすけど方向はランダムでいい。結構つけます。結構つけますね、この短さに対して。振り下ろすまでは結構不安を感じるあれになるけど、振り下ろしていくとだんだんあれいい感じに。魔法ですか？魔法です。あ、魔法使いになりますね。金金。いやいい感じなんじゃないですかこれ。マジで別人なんだけど。若返るね、めっちゃ。ただでさえさ若く見られるのにさ、あと23とか言われんじゃん。そうだね、30ですからね今年。え、30だ。あんたも一緒だよ。じゃあせっかくなんでちょっと外で皆様にまずお披露目という感じでいきたいなと思います。シュガーソルト。じゃあ完成したのでお披露目したいと思います。どうぞ。ダンツ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 。一人残らず打ち込む発射、跳ね抜けてきたヤジとプレッシャー。全然バッドホップ見ない髪型だけど。髪型は。はい、という感じで、どうですか？結構いいと思うんですけど、僕的には。めちゃくちゃいい。5、6年ぶりぐらいの勢いじゃない？あぐらい。多分 YouTube 史上始まって一番短いと思うんで。確かに。僕的には大満足ですが。はい。どうですか？やった身としては。なんか最初は割と韓国系をずっとやってきたから、うん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 、まあちょっと不安ではあったけど、まあやったらやっぱいいなと。あ、素材が。素材がね。はい、ということで、本日はスパイキーショートにしてもらいました。スパイキー。 スパイキー。
まあこれがちょっとモーシーさんに受けるかというのはまた別問題なんですけど、まあそうです、モーシーさんはね韓国アイドルみたいな感じがやっぱり好きですから、それはちょっとねありますけど、これからまあ店に行くんで、まあ、リアクションお楽しみにという感じで、本日はオーシャン東京ホワイトの新井光さんにやってもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしてます。シュガーソルト。はい、ちょっと今緊急で動画回してるんですけど、家に着いてから早4時間が経過して日付を回りました。モーシーさんが帰ってきません。というのもですね、実は今日もこれドッキリなんで、俺ももちゃんにね、コートサウナ行ってくるって言ってたのよ。で、夕方6時7時ぐらいから合流してコートサウナ行ってくるわって言って、って言ったらもしもちょうど友達と連絡取ってるから、もうそのぐらいから出かけてくるわなんて言って、ちょうどいいなと思ってたんだけど、なんかね、まあ、女の子なんですけど、一緒に飲んでるね、子たち。普段仲いいね、インフルエンサーの子たちなんですけど、なんか盛り上がってますね。なんで？なんか朝まで行くとか言ってますね。ねえ、彼氏持ちの女の子が朝まで飲みに行くなんて許せんないよね。普通おかしくない？どうですか皆さん、おかしいと思いませんか？僕はおかしいと思います。まあ、ていうのは冗談でね、全然いいんですよ。見知った子たちだし、無事で帰ってきてくれればいいんですけど、ただこれドッキリどうすんのって。ねえ、コウにも協力してもらってさ、動画撮ってんのにさ、これドッキリどうすんのって。いい加減にして、飲みに行くだって。やだねー。ちょっとテンションがおかしくなってきてるんですけど、まだ12時ぐらいなんですよ今。でこれ朝まで行くってなったら帰ってくんの多分4時とか5時とかのレベルなんで、マジどうしようっていう感じなんですけど、ガチドッキリにはこういうハプニングもつきものですね、やっぱりね。ちょっとももちゃんが何時に帰ってくるかとかもね、連絡取りつつっていう感じで、また進展があったら動画回したいと思います。はい、ということでですね、現在時刻が5時3分です。夕方じゃないですよ、朝ですよ。あれから携帯のデータの移行にもう手こずりすぎて、2時間ぐらいデータ移行してたりとか、ちょっとなんかゲームとかもしてたりとかでしてたら、意外ともう待つかっていう感じになったんで、まあ、待つしかないんだけどね、ドッキリするには。なんでとりあえず、まあ、待ったんで、でモーシーさんからもう帰るよっていう連絡が来ました。なのでいよいよお披露目という感じで、満身創痍ではありますけれども、お披露目していきたいと思います。ということでね、じゃあももちゃん帰ってくると思うんで、反応取っていきたいと思います。頑張るぞ。おーい朝帰りしてんなこっちはな、もう6時間も待ってんだよ、この髪型でよ。ごめんね。なあなあ、何やってんだ、何やってんだ。朝帰りなんかしやがってよ。誰じゃねえんだよこっちはな、サウナも行かずに動画必死に撮ってきてんだよ。何が盛り上がっちゃって朝まで行くことになったじゃねえんだよ。じゃあもう夜に帰ってくる手で来たの。当たり前だろ、誰が朝まで行くと思うんだよ2時間。もう眠いよ、もう顔が眠い顔してるだろう。これが彼氏持ちの女のすることか。やめて。ねえ、普段からしてるみたいな言い方するじゃん。普段しないのに、なんか普段からしてるみたいな言い方してる。怖い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 。少し気をつけて、楽しんでおいでって来てたから楽しんできたんだけど。ねえねえ、かっこいいね。スパイキーショート。下ろしたらどうなるの？下ろしたらモンキーってみたいな。見たいから下ろしてきて。なんでだよ、最後。かわいそう、本当にかわいそう。本当にごめん。でも、もう楽しんだよ。シュガーソウル。若っ。若っ。マジで若いよね。え？ねえ、めっちゃ若くない？小学生にいたよ、こいこ。朝帰りしてて、小学生だった。にホコリいっぱいついてる。そりゃ8時間もいたからな。ここでよ、ちょっと横になったりしてるからな。そりゃ8時間もあったら。でもどう？あらがえった。バカにしてんの？なんか弟
あれ、モモの弟かな。シバコかな。ほんまに。思ってねえだろ。思ってるよ。思ってねえだろ。シュガーソウル。はい、ということで、ちょっと久しぶりのね、イメチェンと聞いちゃったんですけど、モシーさんがまさかの朝帰りをするというハプニングも見舞われ、若返った後がバカにしてきて、もう気分は最悪という感じでね、動画はこの辺で終わりたいと思います。かっこいいって言ってるやん、そんなに。第一声かっこいいじゃなかったもん。なんだった?本当にかっこいいんだけどさ、うん、見たことないカーシーすぎてちょっと戸惑ってる正直。まあまあまあ確かに俺も見たことないもん、まあまあ、久しぶりのイメチェンの時今いろいろありましたけど、なんやかんや成功まで持ってけたんじゃないでしょうか、僕の努力によってね。こんな時間まで落ちてくれてありがとう。はい、感謝して。ってことで、スパイキーショートもかっこいいし、ハプニングに見舞われたけど、ドッキリ成功させるカーシーもかっこいいなって思った方は、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あわーい。あー眠い。ねえ写真撮ろう。眠いよ。写真撮ろうで。眠くても。